まず先生にあった探偵の探偵という主義を紹介していただきたいと思います、はい。探偵の探偵という作品はですね、僕自身も非常に精魂込めて書いた作品でして、今までにない、要するに探偵を探偵すると、探偵というですね、新しいコンセプトでもって作品を書かせていただきました。探偵業に非常に不利な、若い女性がですね、業界に飛び込んでいろいろ危険な目に遭ったりとかするわけですけども、そこから彼女の人生の成長を描いていく、ミステリーの要素もあって、サスペンスの要素もあってですね、いろんな要素が入り混じって、しかも現在の日本のいろいろ抱える問題であるとか、社会性であるとかっていうことも含めながら書いている作品ですので、絶対にお楽しみいただけると思いますので、ぜひご期待ください。そしてこの作品を書くきっかけを紹介していただきたいと思います。そうですね、日本では数年前に探偵業法という法律ができまして、探偵というものが倫理的にこういうことをやっていい、こういうことはやっちゃいけないということが細かく定義されました。それまで日本では探偵業というのは単なる自分で看板を掲げればそれで仕事ができるというものだったんですけれども、これによって法律上定義される立場になったわけです。ということは善なる探偵と悪なる探偵、悪徳探偵というのが、はっきり二分化される、つまり法律に沿っているか沿ってないかというのが二分化される時代になったわけなんですね。ですからこの悪徳の探偵は、世の中に実際いていろいろ問題を起こすわけですけれども、でも探偵業というのは実は特殊な職業なので、はためには一体何をやっているのかということが秘密でわからないわけなんですね。でも同業者の人間だったらそれが見破れるということで、同じ探偵業で対探偵課という部署を作ってですね、探偵を探偵するという人間が出てくるということによってですね、探偵業の裏側であったりだとか問題点とかを浮き彫りにできるんではないかと思いました。そういう発想でもってこの小説に取り掛からせていただきました。そして主人公のレイナと彼女の助手コドハはどういうふうなぜこういう感じのキャラクターを作ったんですか？そうですね、探偵業のですね、取材をしていくにあたってですね、探偵はどうやら目立ってはいけないということが一番重要な要素らしいです。尾行とかがあるわけですから、群衆の中に埋もれて本当に目立たない、存在感がないという人が探偵向けらしいんですね。で一番向いてないのはじゃあ誰なのかというふうに聞いたときにですね、これは若い女性であると、非常に美人の女性であるというんですね。ですからそういった一番実は世の中では若い女性って非常にみんなに愛される存在ですけれども、そういう人が探偵業の世界に飛び込んだ途端に一番不利な存在になるというのが面白いなと思いました。ですからその一番不利なキャラクターであるところの主人公がいろんな困難を克服して探偵業の中で戦っていくというところを描けれたらいいなと思ったわけです。相棒に男性が頼りがいのある男性とかを用意すると、じゃあそれはその分救われてしまいますから、より一層頼りない、ある意味妹のような女性をですね、バディにすることによって、より一層ある意味では不利になってしまうかもしれないところ、二人で力を合わせてどのように困難を乗り切っていくかということを描くのが面白いんではないかと思ったわけです、はい。最後この作品に対し台湾の読者にメッセージをいただきたいと思います。そうですね、探偵の探偵というのは非常に斬新なアイデアで、日本でも非常にこれは今までになかった探偵小説であるなということで評価されました。探偵というと、小説の中の探偵というとですね、謎を解いたりであるとかですね、警察の代わりに不可思議な事件の真相を暴いたりとかっていうような部分がありますけれども、それは
フィクションの中の探偵なんですね。現実の探偵がどういうものであるかということもはっきりと描くという意味で探偵の探偵というコンセプトは非常に意義があったと思っております。で単に堅苦しいだけではなくて一種台湾やアジア全体 の, エンターテインメントが持ついわゆる退屈させないいろんなサスペンスだとかいろんな要素を入れ込んでいくということに僕自身非常に感銘を受けて学んできた部分がありますのでそういう気持ちで書いている部分もありますからぜひお読みいただきたいと思います。